はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀横です。今日はですね、練習中にいろんな、気持ちが、出てきました。で、このいろんな気持ちはとても大事なことかなと思ったので、覚えられないので、まとめておきたいなと思って今動画撮ってます。スペシャリストになってからね、アンバーのスペシャリストになって、一種目に絞ったこの4年間ですね、もう本当にこういろんなことを学びました。それはもう体、トレーニングがどうとか、また体操の技術がどうとかっていうだけじゃないんですよ。もちろんそれも、すごく学ばせてもらったんですけれども、あとね、気持ちの面ですね、この、メンタルとか、心と言われるところ、そこをね、とても、勉強してきたと思います。だから、勉強してきたというか、とてもよく感じてきたので、今回の、全日本選手権まではあと1週間なんですけれども、できればこの良かったなっていうことを引き出せるような自分でありたいなと思います。なので、今日練習しながらポン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 って出てきた、この気持ちをこうちゃんと、まとめて、大事な場面の時に引き出せれればなと。引き出ないかもしれないけど、引き出るかもしれないし、とにかくやれることはやっておきたいなと、思います。で、これはね、もう今後も、オリンピックまで、またこの自分の人生においてもずっとこう必要になる、メンタリティかなと思うので、考え方かなと思うので、いい機会かなと、思います。はい。何項目だろう、13項目ぐらいですね。もっといっぱいあるんですけども、本当は。ノートっていうサイトに、自分が、投稿してるやつで、体操してきてよかったこと100っていう、101っていうのもあるんですけど、なんかそういうのにもまとめてます。さらに言うと、多分1000個ぐらいいけんじゃないかなって、思いますね。本気出せば。でも1000個はさすがに、ちょっと手間なんで書かないですけど、引き出せると思います。その中で今日は、練習の中で感じた13個くらいをちょっとまとめてみたいと思います、ね。こうやって話すことによって、記憶の定着率っていうのは高まるみたいなので、話すことによって、なるべく覚えておきたい、留めておきたいで、試合の時とか、大事な場面の時に引き出せる自分でありたいなと思います。はい。じゃあ、早速見ていきましょう。ね、最初長かったですね。1番は、ヤスキーに流されない。これは、最近常々言ってることですね。以前大反省会っていうのを開きまして、チェックで、失敗してしまって、大反省会を開いた時に、俺ヤスキーに流れてるなっていうことを感じました。人って結構簡単に、優しい方に行くよな。自分は亀山なんて特に、簡単な方に流れていってしまうななんて、思いながら、練習してたりとか、その大反省会したんですけれども、ヤスキーに流されないようにしたい。間違って選択だと思ってないっていうところが怖いんですよ。そのヤスキーに流れて、これはいいと思ったものが実は簡単な道に、行っちゃっていたみたいな、結構そういうことって練習中とか、人生においてもよくあるなーって思います。ちょっと飛ばしてますけど、3番の横着しないっていうところも結構似てると思うんですよ。なんていうかな、簡単の方に行ってしまう、横着しない。この前、自分はね、練習中イメージトレーニングをとても大事にするんですけれども、目線で自分が今どういう体の動かし方をしていて、どう感じていてみたいな、でどこを見ていてみたいな、そういうイメージを結構練習では大事にしているんですけれども、そのイメージの中で、簡単な B 難度とか簡単な技のところをちょっとこう端折ってたりとかしてたんですよ。これって結構横着してるなと思って、イメージトレーニングやんなくてもできるけど、やんなかったことによってこの前失敗したので、横着しないっていうことは大事なのかなと思います。
今日ね、この動画撮るのにも髭剃ろうか剃らないかどうしようかなと思ったんですけれども、まあね、横着しないで髭剃ろうと思ってね、まあそういうことも大事なのかなって思います。うん、まあ冷静な判断というよりも、うん、まあ楽しない、安きに流されない、横着しないっていうのはまあかなり通じるところがあると思うんですけれども、まあ仮面は今後の人生でとても大事にしたい一つの考え方です。はい。そして2つ目、調子こかない。まあこれも大反省会から、引き続きですけれども、まあ自分はすぐ調子こいてしまうんで、なんか、うん、調子こいて安きに流されて、正しい選択じゃないのに正しい選択だと思って、まあ、気づかずにズルズルいっちゃうみたいな。だから試合でも、まあ自爆する感じ、なんだろう、自分成功した試合っていつも結果的にありがたいことに1番か2番か3番なんですよ。まあ3番はあんまないか、1番か2番かっていうことが結構多いんですけど、それか失敗して17番とかっていうことが、6番とか7番とかっていう成績が結構多い。これは何かっていうと、もう自分が安きに流されて横着して調子こいて自爆してるだけだと、いうことなのかなって、振り返って思って、まあ、ちゃんとやるっていうことがとても大事なのかなと、まあ、このちゃんとっていうところがまあミソなんですけども、大事かなと思います。今回の全日本選手権もまあ結果は分かんない、結果は神のみぞ知りますけど、神のみぞ知る領域ですけれども、本当にそこまではちゃんと、頑張っていきたいなと思います。この安きに流されないとか調子こかないとか横着しないっていうのをちゃんと心に留めて、頑張りたいなと思います。人の心を浮かす演技を、まあ、強気で目指すということが、まあ結果を与えられるきっかけになるんじゃないかなと思うので、はい、まあ、この調子こかないっていうのもとても、大事にしたいと思います。次は4番、周りを心から応援する。やっぱりこの日本の体操って強いんですよね。本当に周りはすごい強いと思う。あん馬もレベルすごい高くて、多分今回の全日本選手権もすごいいいなんか勝負になるんじゃないかなと思います。でそんな中で他人を蹴落としたりとか、まあ蹴落とすってことはないんですけど、周りをこうなんていうのかな、外す、自分の思考から外すというか、こき下ろすわけでもないし、なんだろう、あいつああならないでくれ、成功しないでくれみたいな、失敗しろみたいな、なんかそういうマインドって非常に良くないんですよ。そういう時に僕成功したことないんで、こう、まあ自分は運っていうものを信じているんですけれども、運を引き寄せるためには、周りを応援する、しかも心から応援する、いや頑張ってるなって、頑張れよって、思うことが、すごく運につながっていると思います。まあそう信じたいのかな、わかんないけど、まあ少なくとも人を、まあバレないんだけど心で引きずり下ろそうとしないっていうこと、逆に心から応援しようっていう、このマインドが運を引き寄せるって自分は信じてるので、周り強いですけど、まあ、自分も強いと思って、切磋琢磨したいっていうか、応援したい。応援しながら自分頑張りたい。と思います。これが運を引き寄せるためにすごく必要な、ものだと思うので、まあ、今後の、体操人生でも、また人生でも、大事にしたいなと思います。5番、強気でいるということ。まあ、試合っていうのは、まあ不安とか恐怖っていうものを超えなきゃいけないんですよ。まあいつも普段できていることを、緊張感の中でやろうと思った時に結構不安とか恐怖とかっていうのが出てきます。例えば、普通は平均台の上は普通に歩けるけれども、例えばそこの下がマグマだったりとか、あとはまあサメがうじょうじょいたりとか、そんな中で平均台渡れって言われたらすごく、緊張感が出てきて難しくなってくると思うんですよね、普段できていることが。
まあ、そういうのに抗っていくことが試合だと思います。うん、なのでこのそんな中でこう不安とかこうビビリとか恐怖っていうのを、超えるためにはこの強気でいるっていう要素がすごく大事なんじゃないかなと思います。しかもこれ試合の時にやるんじゃなくて、もう普段から強気で演技をしようとか、人の心を浮かす演技をしようとか、まあ、そういう風に、準備をしておくっていうことが、肝心要の、大事な場面で自分を助けてくれるんじゃないかなと思うので、まあ、強気でいるっていうのは、まあ、常に、念頭に置いておきたい考え方かなと思います。これはまあ体操人生の中なのかな、今後の人生でも役に立つのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、自分は少なくとも今のところはこの強気でいるっていうのはとても大事かなと、思います。6番、感謝しているっていうこと。まあコロナがあってから非常にこう、まあ、試合がなくなったりとか、オリンピックが、まあ、あるかないか分かんないですけど、まあ、延長されたりとかですね、まあ、普段じゃないわ、まあ、日頃でもないな、なんて言うんだろう、あるのが普通当たり前と思ってたものがなかなかないっていう状況に置かれて、この前の9月の全日本シニアは、久々の試合だったんですけれども、なんか試合が決まったことがすごい嬉しかったんですよ。嬉しかったし、あとこういう状況の中で運営してくれた人とか、あの試合を作り上げてくれた人になんかすごいありがたい気持ちになって、うん、なんかそういう気持ちってやっぱり忘れがちだけど忘れちゃわないので、これはもうなんか、まあ、月並みな言葉ですけどね、感謝するとかっていうのは、でも本当に心からそう思いたい、うん、と思いますと思います。あの、まあ、今回の試合は一発練、まあ、いつも昼と、まあ、夕方とか練習するんですけれども、今回は朝一回だけの練習しか、まあ、時間ありませんよみたいな感じで、まあ、体育館を使えずに朝体を動かすんですよ。こう走ったりとか外、まあ、家でストレッチしたりとか、まあ、そういうのを知っててですね、まあ、体育館朝使えるよってなった時になんかすごい嬉しかったんですよね。あ、体育館使わせてもらってるっていうのがどんだけありがたいかっていう、まあ、これもすごくなんか贅沢なことなんですけれども、贅沢な感謝なんだけれども、まあなんかそういうふうに感じたんで多分そうなんだと思う。うん、まあなんかいろんなところに、感謝はあると思う。うん、で今回全日本選手権もこういうコロナ禍の中で開催してもらえるなんて、まあ本当に、まあある意味な奇跡的なことだと思うし、もっと言うと自分の体操人生自体も本当に奇跡的なことだと思う。あの、僕金メダル取ってから相当やる気なくなったんで、2014、15、16あたりはもう本当にやる気が空の状態でどういうふうに頑張ればいいのかっていうのがちょっと分かんなくなって迷ってる時があったんですけれども、でもそれでも支えてくれる人たちがたくさんいて、なんとか、まあ、ここ30、もう32歳になりますけれども、今月で、あ、ありがとうございます、あ、違うかそう、32歳になるまで、まあ、体操できてるっていうのは、まあ、誰かが支えてくれていて、でみんな頑張れよってこう、まだお前はできるよって言ってくれて、なんかもうちょっとこれはスピリチュアルみたいになっちゃうけど、なんか神様がそういう支えてくれた人たちをこう仲介して、なんか君に才能を与えてるから、まあオリンピックっていうところも舞台まで行ける才能用意してるから、まあやってごらんよみたいな、なんかそういう、あ、なんていうのかな、本当スピリチュアルっていうか神秘的な気持ちにもなってくる。だから自分の体操人生はもう本当にそういうもんだと思うので、体操できてること自体に感謝したいと思います。これはなんか今後もしかしたら体操選手っていうのがなくなった時に、うん、まあ普通にビジネスマンなのか、まあ、指導者なのか何になるか分かんないですけれども、まあ転がっていくと思うんですけれども、その中で、うん、感謝するっていう気持ちは多分ずっと大事なんじゃないかって思いながら生きていくんじゃないかなと思います。今のところはね、まあ、この体操人生っていうのは本当奇跡的で、うん、な人生だと思うので、体操にも、あらゆることに感謝しながら、行きたいなと思います。はい。
7番楽しむ、これやばいな、もう15分まだ半分いってないけど、あ、半分いったか、楽しむってことなんですけれども、まあ以前、まあ、シニアか、全日本シニアの前の1週間前に、まあこういうことやって、まあ自分、まあ客観的に見れるのが YouTube のいいところだと思うんですけれども、なんかすごいつまんなそうだなと思って、頭でっかちですごい体操つまんなそうだなって思ったのがきっかけです。この楽しむっていうことが大事だなと思ったのは、やっぱり楽しんでないと演技に張りが出ないのかなと思います。まあちっちゃくなっちゃったりするのかなと思います。まああと全日本シニアの時に感じたことは、まあもうこんな緊張感っていうのはもう現役生活でしか味わえないんだから、もうどうせやったら味わい尽くそうぜみたいな感じで、もう楽しんじゃおうぜって思ったら、こう気持ちがふわっと軽くなった時があったんですよ、もう体感的に。だからこの楽しむっていう気持ちは、まあ自分の気持ちをこう救ってくれる、まあなんか魔法の言葉っていうか、うん、大事な要素なんじゃないかなと思います。まあね、全てあらゆることを楽しめたら、まあ、人生すごい充実するなっていう感じもするし、うん、まあ楽しむってことはね、やっぱ頭でっかちになって頭固くなってつまんなそうだなっていう瞬間は多分亀山においては多々あると思うんですけれども、その中でいやでもこういう境遇こそ楽しもうよって思えることは、あのすごい大事なことなんじゃないかなと思います。はい、まあ大事にしたいね。8番、試合は練習のように、まあ、これも全日本シニア前の、まあ、振り返りというか時に思ったことで、まあ、試合を練習のように、練習は試合のようにっていうことで、練習を試合に近づけるっていうことは結構、まあ、得意だったんですけれども、試合を練習のようにって、この緊張感の中でどうやって練習っぽくいくんだよって、失敗したら終わりじゃんみたいな感じで思ったんですけど、まあその失敗も成功もまあなんか結果なんで、とにかく強気で思い切っていけよっていう、まあそれこそ楽しんでいけよっていうか、うん、感じかな。まあこの試合を練習のようにって思った時もちょっと気持ち軽くなったところがあって、これは逃げてるわけじゃなくて、この不安とか恐怖っていうのを乗り越える過程に、この楽しむとか感謝するとか試合を練習のようにっていう言葉がけが重要になるのかなと思うんですけれども、まあ、軽くなったことがあります。その心は、うん、気持ちが軽くなったことがある。だからこの試合を練習のようにっていうのは大事にしたいなと思いますね。まあ練習から試合っぽくやれてこそのこの考え方なんですけれども、うん、まあここでちょっとまだ修行かな、まだ少し難しいかなと思うんですが、うん、まあ意識としては持っておきたいものかなと思います。やっぱ練習でいい動き出てて試合で、まあ、自爆しちゃうとかっていうこともあったんで、まあでもその自爆はちゃんとやってないっていう、まあ紐解けたからいいんですけど、まあとにかく、まあ、猛烈に、息切って、まあ息切ってはまだ先にあるんだけど、やりたいなと思いますね。まあこの8番の試合は練習のようにも大事にしたいと思います。9番、解放された心。なんかこれこの前本で読んだことなんですけど、まあなんか今日練習中に出てきたので、うん、解放された心。だからさっき言った不安とか恐怖とかビビリっていうところを超えて、まあ自由にのびのびしてることかなと思います。まあこれは10番の融通無碍っていう言葉と、まあ、本質は似てるかなと思うんですけれども、まあ、この10番も本でもうほんと7年前ぐらいに読んだ本なんですけど、松下幸之助さんの本でなんか融通無碍っていう言葉があって、何事にもとらわれず自由にのびのびする様っていう、意味らしいんですけれども、なんか気に入ったんですよね、その時に。なんかかっこいいなと思って、なんか4文字の漢字だし、四字熟語だし、なんかかっこいいなと思って、なんか覚えてるんですけども。でまあ、この、スペシャリストとして過ごしてきた4年間の中で、その、自由な心ってめちゃくちゃ大事だなと思います。まあ、4年間あって、1、2年目ぐらいはすごく考えました。で考えて今までやってきたことが通用しなくなったって思って、
あれなんか違うぞ違うぞと思って、最終的に考えるんじゃなくて感じる能力がすごく大事だなって思ったんですよ。うん、感じて、考えて決めてきたことが誤りっぽいなって思ったのであれば誤りなんだっていう自信かな。で、まあ、自由に行動すると、いい方向に行動していくっていう、これって結構解放された心だったり、まあ、その融通無碍っていう、まあ、考え方がない限りなかなか難しいものなんじゃないかなと、思いました。うん、感じる能力、感じて、まあ、安気に流れず、まあ、調子こいてなければとてもいいマインドかなって思いますね。うん、まあでもこれもまだ分かんないな。実際試合で伸び伸びやれてるかっていうとまだできないんで、とても難しいことなので、修行ですね。まあ、体操っていうのは自己向上能力を高める舞台だと自分は思っているので、まあっていう一つの考え方を持っているので、まあこの9番10番解放された心ゆずむげっていうところはまだまだ修行が、必要かなと思います。もっとこう自由にのびのびできるはず、うん、だからもっとこう超えていくことができる不安とか恐怖とか、まあそれは、メンタル的にはね、最終段階挑戦する心っていうのが、恐怖とかビビリとかっていうのを超えていく、要素みたいなんですけれども、まあそういうところかな多分。まあでも体操人生も結局、まあ、オリンピック行くまでは、まあ、亀山にとっては何もなしなわけなんで、うん、まあ本当ずっと挑戦ですね。挑戦をの人生を歩めば、こういう9番と10番の、能力がもしかしたら手に入るかもしれない。うん、まあ難しい。はい、11番、楽観的でいるということですね。こっちでもいいか。いや、ダメだな。楽観的でいるということ。今回、全日本選手権はとても規制の多い試合かなと思います。まあコロナの関係もあって、まあしょうがない。時程の中で、割り振りがあって、アンバーはこの時間にしかできませんよとか、一般の人たちはこの時間までですよとか、まあ一日中使える、特殊会体操クラブとは違って、やっぱりこう、制限が出てくる。で、この制限、をこう緻密に考えていくのが本来の自分なのかなと思います。でもこれは逆で、まあそういう制限かかっているなんてなかなかないよな、楽しもうぜみたいなここも結局楽しむんかいみたいな感じなんですけれども、まあ大事なんじゃないかな。まあ楽観的でいるっていうこと、まあこれも解放された心とかにもつながってくると思うんですけれども、うん、今回はそういうのもまあ対策はしてるんですけれども、まあ朝練習してみようとか、まあ限られた時間でやってみようとか、そういうのはやってるんですけれども、結局、まあ現地入って、まあ楽観視しながら、まあそういう試合もなかなか味わえないものだし、楽しもうみたいな、そういう気持ちで今います。うん。まあこの辺いいんじゃないかな。12番、笑うなど、ユーモアを持つ。うん。なんかこれもね、本で読んだことなんですけれども、なんか笑うっていうのがめっちゃいいらしいんですよ。うん、なんか浅はかだな。でも明らかに緊張してる人間の顔ってわかりますよね。明らかに緊張している人間の体の感じってわかりますよね。まあ僕はわかるんですよ。肩がこうやって上がっちゃったりとか、こう丸まって首が短くなって、で目がこういうきつくなっちゃうみたいなことって結構見てるとわかる。そういう人間の演技ってお客さん的にとか審判的にどうなんだろうっていうのもあるし、やっぱりいいパフォーマンスになんないと思うんですよね。それこそ平均台の上を、サメがうじゃうじゃ、あ、下か、下をサメがうじゃうじゃ泳いだりとか、マグマだったりとか、まあそういうイメージで演技しちゃうんじゃないかなって思います。サメもいないし、マグマもないし、まずあるの平均台だし、でそこ歩くんでしょ、やってきた、強気で生きよう、大丈夫で、いつもやってるよみたいな、なんかこう乗り越える時って、まあ、強気であることとか楽しむってこととか、それから、練習のように行こうとか、あとはこう笑うとか、
このユーモアを持ってこうなんかね生体反応だっけかな、なんかそういうホルモンも出るらしいんですよね、そういうリラックスかなんか、まあ、とにかくリラックスした方がいいです。リラックスと緊張の間なんで、緊張感 100% じゃ無理で、緊張感 50% でリラックス 50%、 まあ分かんないけど数値化はちょっと分かんないんですけれども、まあなんかそういうのが、おそらく、大事なのかな。もうこれもなんか、経験あります。この試合の時にこうふわって軽くなる感じが、これ逃げてるんじゃなくて乗り越えるためにやってるっていうことなんですけれども、まあ、ここはすごい肝なんですけれども、まあ、とても大事な考え方かなと思います。うん、まあ人間的にもなんかね、そういう方がいいっしょ多分。まあ僕は結構苦手なのかもしれないんですけどまあいいや13番、生き切る考え方を持つ。これはあの前大反省会開いた時、もういいやこっちで、大反省会開いた時にね、この生き切る考え方っていうのを持ったんですけれども、あのまず普通じゃダメだなっていうことから始まって、で自分が尊敬する人たちっていうのはなんか言ってることが支離滅裂で、なんかネジ飛んでたりとか、ネジ飛んでるような発言をこう普通に言っちゃって、しかも普通にやっちゃうみたいな、なんかそういう人たち多いなと僕の周りにはっていう、あれってずっと言語化できなかった、まあ言語化しようともしてなかったけど、なんか思い返してみるとエネルギッシュな人たちが多くて、エネルギッシュな人たちっていうのはそういう生き切る考え方を持っていて、生き切る考え方を持っている人たちっていうのは言葉が支離滅裂になる。うん、なんかあのでもよく考えたらそうだよなみたいなことが結構多いんですよね。うん、まあ脳みそちぎれたとか、頭から湯気が出るほど考えたとか、目から火出てるしみたいな、これ意味わかんないけど、でもあ、うん、確かにっていう、なんか目から火が出ている人間のエネルギッシュな感じ、あの何かを説明しようと思った時にこう目から火出てるような人間の話って多分人に伝わると思うんですよね、その熱意が。まあだからまあそういうことですね。まあ現場練習においてもこの、まあ、やすきに流されない、まあ、調子こかない、横着しない、生き切る考え方を持つっていうのは、あの常々自分のこうやすきなんていうかな、楽な方に行ってしまう亀山においてかなりストッパーになってるんですけど、この言葉たちが、うん、生き切る考え方を持っていくことで、あの普通はこうするよねっていう考え方を、まあ、自分も大体こうするんじゃないかなみたいな考え方を取っ払う、方法として、やってます。うん、まあ、今日はそうですね、まあ、13個ね、長々と、だらだらと話してしまいましたけれども、とても、大事な考え方が今日ちょっとポンポンポンっていっぱい出てきちゃったので、まあまとめておきたいなと思いました。まあこういう感じで、あと1週間後です、あの全日本選手権、うん、全日本選手権あと1週間後になるんですけれども、まあこの13個ね、やすきに流されない、調子こかない、横着しないね、まあずらーっといっぱいありますけれども、こういうことを考えながら、まあ、猛烈に、自分を高め高め高めて鍛えて鍛えて鍛えて、もう鍛えまくって、あの本当になんか結果じゃなくて、競技を、なんだろう、熟練、競技を、競技能力を高めるっていうことに、なんていうかな、ポイントを置くっていうか、ああこれなんかもっといい感じで来るんだけどな、うん、熟達したい、もう熟達志向、そのうん、結果じゃなくて競技を高めることをに集中して、あと1週間やりきって、最後は試合を楽しんで、できれば人の心を浮かす演技ができるように強気で、頑張っていきたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。